はい、どうも、31歳、小道寺です。本日はいつもと違ってですね、ウェブサイトの運営の話をちょっとしていこうと思います。で、ブログの記事の方では解説しているんですが、今回 Google Search Console と呼ばれるものの設定をする際に DNS 設定をするんですが、それが最初うまくいかずに手こずったので、ちょっとその話をして、 解説できればなといいう,うに思いますこの話は、えー、検索したときにはなかなか出てこなかったので、これが、えーまあ、助けになれば幸いですで。まずですね、ウェブサイトを開設したら必須なのが、こちらの Google Search Console の方にウェブサイトのアドレスを登録することであると。でこれをすると何がいいかというと、検索の検索 えー、検索された場合の掲載順位や、どういったサーチワードで自分のウェブサイトにユーザーが流入してきたかということが分かると。なので、作ったサイトをこちらの Google Search Console に載っけるっていうのは、まず最初にすべきことであるということになります。で、この Google Search Console の方のページに行くと、 どうやって登録しますかというふうに出てくるんですが、最初、私は左側のドメインの設定という方を選択しました。こちらで DNS の確認が必要ですというふうに出てくるんですけれども、どういうことかというと、こちらをクリックすると、DNS レコードでのドメイン所有権の確認と。 でこの所有権の確認がどういうことかというと、ウェブサイトが自分のものであるということを証明するために、そのウェブサイトの管理人じゃないといじれない部分に、このコードを貼って確認しますよということになります。でこの DNS レコードへのドメイン所有権の確認の場合は、このご利用のドメイン名のプロバイダーにログインすると。 で、私の場合は WPX サーバーというのを使っているので、そこにログインして、この TXT レコードというのをこの DNS 設定にコピーしてくださいと。で、それで確認を押せば OK ですというふうに出たので、えー、WPX サーバーの方に行ったと。で、そうするとですね、WPX の管理パネルには、このドメイン管理の欄に DNS 設定がなかったと。 それでまあどうしたものかと思って調べてたんですが、まあ拉致が開かずに右側の方の URL プレフィックスというような方を選択したと。で、こちらはドメインは new って書いてあって、おそらくこちらが最新のもので導入されてたと思うんですが、これは多分旧来のやり方でできる方法なんだと思います。 で、こちらをクリックするとですね、同じく所有権の確認をすることが目的なので、どういう指定があるかというと、ここ今隠してますけど、メタダタクと呼ばれるものが出てきていて、これをコピーすると。で、この自分が所有しているサイトのホームページにあるヘッドセクション内の最初のボディセクションの前に貼り付けると。とりあえず、これをコピーして、えーと WPX サーバーの方に行くと。で、WPX の方で、私は、えっ、ー、と、ワードプレスですね。ワードプレスでサイトの方を運営しているので、そちらで、えっ、ー、と、ヘッドのセクションの方に、さっきのこのメタタグというのをコピーするというふうに指示されています。で、この時に多分初めてウェブサイト運営 している場合だと、えっ、ー、と、ヘッドってどことか、えっ、ー、と、どこに行けばいいのって悩むと思うんですけれども、えっ、ー、と、少なくともワードプレスの場合は、プラグインという、まあ、便利なツールを、えっ、ー、と、インストールできる、まあ、ストアみたいなのがあって、そこにヘッダーのフッターというのがあります。で、それを、まあ、えっ、ー、と、導入してない方は、これを導入すると、この簡単にヘッドとフッター、 とか、あとは、えっ、ー、と、投稿ですね。といった場所に、えっ、ー、と、こういったタグを埋め込むことができると。例えば、アフィリエイトの場合だったら、まあ、これを、ヘッダーのフッターを導入して、アフィリエイトのタグをここに埋め込んだりとか、あとは、まあ、YouTube への導入の、えー、と URL を埋め込んだりすると、まあ、非常に簡潔に、サイトの方を構成していくことができると。 で、最初の話に戻すと、こちらで出てきたメタタグの方を、このヘッダーフッタープラグインの最初に出てくるヘッダーフッターと。で、ここにヘッドのところをいじれますよっていうふうにあるので、まあ、ここにポチッとコピーすると。で、下の方に行くと、セーブがあるので、セーブを押せば完了であると。で、Google Search Console に戻って、この確認ボタンを押すと、 私の場合はサクッと確認されましたと。でそうすると Google Search Console が問題なく活用できるようになりますというような簡単な話でした。で、実はこの最初にも言いましたけど DNS 設定の方でなんかうまくいかないという事例が直射くあるっぽいんですがあんまりその解説がなかったので結論的には DNS 設定ではなくて 少なくとも WPX サーバーを使っている方は、この URL レフィックスの方を使うとうまくいきますよというお話でした。では、今回の動画はここまでで、よろしければいいねやチャンネル登録の方をお願いいたします。